はい、こんにちは。日本改革トークツアーです。武田様、ペケ太郎様、七子様、ご支援ありがとうございました。皆様、何度も何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。11月19日、今週日曜日ですね。今週日曜日っていうのかな、来週日曜日っていうのかな、私はなんとなく月曜日からが週の開始だなってイメージあるんですけれども、池袋で外国人実習制度廃止デモを行います。皆様、いらしてください。正義を実行してですね、脳内麻薬を出しましょう大変な快楽を得られるそうであります。よろしくお願いいたします。 NHK 紅白出場者発表。44年ぶりにジャニーズゼロ、44年前のジャニーズってどういう人らいたんでしょうかね。ちょっとわかんないですけど、フォーリーブスとかいたんでしょうか。フォーリーブス、44年前、ちょっとわかんねえな。韓国枠爆増、なんて読むかわかんない、ニジユー、ストレイキッズ、野良の子供らってこと、セブンティーン、レ・セーラーフィムでいいのかな、ジョー・ワン、吉本さん、韓国7の割合で出資した芸能事務所の子だって、ミサモ、これはトゥワイスというですね、韓国グループの日本人メンバーのユニットだって、まあ日本人かどうかちょっとわかんないっすよね。二重国籍かもしれないな。の合計6枠に爆増いたしました。これで視聴率過去最低記録更新は確定的でしょうね。ジャニーズ目当てで見てた人も今年はないわけだし、韓国のグループ6枠出しても知らねえよっていう、さぞかし大きな賄賂と枕接待が飛び交ったんでしょうね。気持ち悪い。あとアミューズ事務所が爆増したっていう話。大泉洋がですね、司会じゃなくて歌手で出るって、人は歌も歌ってるの全然知らなかった。歌歌ってるにしても紅白出るほど有名なのかっていうと、やっぱ事務所の力でしょうね。さぞかし大きな額の賄賂と枕接待が飛び交ったんでしょうね。気持ち悪。テレビにいいからどうでもいいんですけど、私は。2012年初当選後、税金滞納で4回もビルを差し押さえられていた神田圭司、財務副大臣、60歳。税理士でもあり、税のプロが何やってんのと野党が厳しく追及。いや、議員の仕事が忙しくて、納付を頼んだ友達が忘れていた副大臣は辞めないなど苦しい答弁を続けていたが、岸田政権とうとう更迭の意向を固める、副大臣辞めさせるだそうであります。世論、おっそ、あの答弁はひどかった。普通自分から辞めるよな。増税の元凶、頑強が税金滞納とか一番赤いやつ。辞任じゃなくてクビにすんのか。なんでこんなやつ大事にしてんのよ。また支持率下がるね。やったね。岸田の周囲、こんなのばか。財務副大臣のくせに税務署のブラックリストに登録されてるのすげー。民間人なら、まあ税金滞納して差し押さえられて、まあ利子も含めて納付っていうんだったら4回繰り返してもですね、解雇にはなりませんけれども、まあ税理士でね、しかも財務副大臣でしょう。国税庁は財務省の下部組織だし、さすがにまずいんじゃないのそれ。まずい人選っていうかさ、なんでこういう過去のある人間を財務副大臣にしちゃったのか。まずいが決断できない岸田総理、今までダラダラ態度決めないできたが、ここに来て辞職させんじゃなくて更迭っていう、厳しい措置になった原因はおそらくこちら、収支報告に4500万円の不記載発覚。自分が代表になってる自民愛知極支部に2850万円と、自分の政治団体親友会に1884万円を貸してることになってるんですけど、自分の収支報告では
貸付金は210万円と過少記載と、4524万円はどこに行ったのかと、弁護士資産公開法違反の疑いがあると、文春の取材力すげえなーって話なんですけど、世論、金に汚いやつはほじくればあれこれ出てくる法則、税理士なのになんぼでも誇りでそうなやっちゃなー、2つの政治団体に5000万近く貸してるのにそれをなかったことにしてるって、その金どっから持ってきましたってなると答えられないから、ああ、書けなかったんでしょうね。つまりですね、表に出ちゃいけない脱税の結果の裏金だった可能性高いな。脱税。収入を申告しなかった。金を政治資金団体、政治団体に貸しちゃったってですね。なんなんで、税理士なのになんでこんな稚拙なことするんだろうな。この人は多分税理士としては無能なんじゃないのかなって思います。資産公開法違反は税金滞納と違ってですね、逮捕辞職の可能性ありますね、これ。政治家がですね、公職選挙法とか、政治資金関連の法律に違反したらですね、5年間公民権停止じゃなかったっけ。こんなのをよりにもよって財務副大臣にしちゃうとは、岸田総理も見る目ないっすね、全く。野党が鼻息荒くして任命責任って絶叫するのが目に見えるようですね。これでまた支持率下がるよ。やったね、踏み切るって感じ。地方選で自民の不人気ぶりがじりじりと現れてきました。まあそれもこれもですね、岸田総理のあの陰気な顔と増税増税また増税4万円だけ還元になってバカなことやってっからですね。昨日投開票が行われた東京都青梅市長選挙で、自公が推す現職市長が落選、都派と民民が推す前市議が当選いたしました。現職が負けるって結構市長とか区長とか知事は現職強いですからね。あれで問題なく務まつきなんだから、次もこれでいいかなんて、豊島区の高野区長なんて5期ぐらいやってたからな。田舎なもんで自民が強い福島県議選、自民が3議席減らして過半数割れ、したそうであります。岸田じゃダメだおじさん。岸田じゃダメだ。私の中学校の同級生の女の子のお父さんが福島県議でですね、まあいわきブロックで、まあ、3枠ぐらいのとこかな、争っててですね、私の同級生の旦那さんが選挙カーの運転してたんですけど、やっぱね朝から晩まで休憩もなしに運転中におにぎり食いながらやってて、選挙中、過労で入院したっていうですね。面白い、なんか点滴打ってるわっていう話がありまして、岸田はダメだが立憲共産社民令和はもっとダメ、なのは明らかなんですけど、パヨの祭典日本平和大会 in 鹿児島開催、今年のお題はですね、なくそう日米同盟米軍基地。ここでもう笑っちゃいますね。憲法を生かした平和外交だそうです。立憲共産社民令和とデニー知事が賛同メッセージを寄せました。共産はむしろ主催者側では全労連のなんとかっちゅうやつ挨拶したそうですし、共産とはむしろ主催者側じゃねえのかなーっていう、世論です。いつものパヨメン、腐った卵は一つのカゴに、記事内容が突っ込みどころしかない、日米安保条約破棄、自衛隊廃止、どう考えてもイカれてると、救助を生かした平和外交の重要さを訴えたと記事にありますけど、それって具体的にはどう言って聞いても絶対答えないし、まあ自分らも分かってないんでしょうよね。それで戦争にならねえんだったらどこでもやってんじゃん、世界中どこでもやってんじゃん。日米同盟破棄、米軍基地廃止、自衛隊廃止、それらすべて人民軍の速やかな日本侵略のためですね。こういう連中はですね、外観誘致主義者、外観誘致主義者、あるいはですね、敗北主義者って言います。朝敵、国賊、売国奴、スパイとも言いますけどね。玉木民民代表、日米同盟破棄とか言ってるところと
一緒にやれるかって言ってましたけれども、立憲は賛同すんだね。そこまで意見があってんだったら、立憲共産党って呼ばれても、そんなに気にしなくてもいないの、偉く気にしてたみたいですけどね。今年に入ってから67人が熊被害に遭ってる秋田県大館市の熊討伐の様子をテレ朝が報道しました。ハンターの報酬、4時間以内で6000円、それ以上で1万2000円だそうであります。4時間以内で6000円、時給1500円か。ハンターパートに行くのに命かけてそんなバカなことやってられるか。まあバイトみたいなもんですもんね、時給のね。やっぱ我々ボランティアって頭があるから金を出すとは口が下げても言えない。義務でもなんでもないわけよ。行かなければ行かないで鉄砲を持ってるのはあいつらなんだとなるわけでしょう。どっちに転んだってハンターにいい結果にならないと、不平不満を述べておられました世論です。確かにこんな金額じゃ命かけられん。人のためにやってるのに叩かれてかわいそう。あらゆる分野でバカらしいからやらないっていうのが流行ればいい。この寒い中そんな金でやれっかよ。鉄砲を持って山道歩くだけでも重労働なのに、警察が鉄砲所持を厳しくしてハンターの新規参入を拒んだつけ、熊大出没の原因として考えられているのがですね、人口が減って山と里の見分けがつきにくくなった。ソーラーパネル大規模開発で居場所を追われた。10年前に野良犬がほぼいなくなり敵がいなくなったなどが考えられていますけれども、熊相手だとですね、使うのは308ナトー弾、以上の弾、ライフル弾か、三段銃のスラック弾、一発弾、三段って何粒もの弾発射すから三段って言うんですけど、一発弾ってのはですね、スラック弾、なんですけども、まあ、公安委員会と警察は基本持つなってスタンスですね。所持がめちゃくちゃハードル高い。タレントのヒロミさんが、50過ぎてから、ショットガンの免許を取ったんですけど、これがまあ、強い意志を持って、くじけずに、諦めずに、やり続けないと、持てないって、つべの動画で言ってましたけれども、少ない所持者には、負担が集中っていうのもあるんじゃないか。これ時給で雇うんじゃなくて、熊に賞金かけたらいいんじゃねえのかなって。自治体がですね、まあ代償問わず、1頭100万円で死体を買い取ると。買い取ると。よく出てくるじゃないですか。冒険者ギルドで、素材を買い取りとかさ。このぐらいしないと20年前の4、5倍に増えてるっていうですね、熊に対処できないんじゃないのかなって私は思います。今日のその他のニュース、ガス皇居天守閣復元を、あ、いいね、観光名所にいいんじゃないの、外国人向けに、確実にですね、建てた金よりも、稼いでくれるよ。長年にわたってすごいお金稼いでくれって思うよ。英名はですね、皇居の英名はインペリアルパレスです。皇居の英名はインペリアルパレス、帝国宮殿とでも言うんでしょうか、を世界に広めることにもなるしね。岸田総理7回目のワクチン接種、理由は分かんないですけど、なぜか腹を抱えて笑ってしまいました。なんでだろう。秋田県鹿角市の蕎麦畑に12頭の熊の群れが出現。これもう災害レベルじゃねえの。名門男子校の筑波大学附属駒場高校で10年以上の伝統がある女装ミスコンにフェミが噛みつき中止の危機。女っぽさをバカにしている。フェミの言うことは相変わらず何言ってか分かんないですね。じゃあ歌舞伎はどうすんだよってね。宝塚はどうすんだよ。マツコは、ミッツはって質問しても、まあ答えないでしょうね。ローマ近郊の海辺の町、ラディスポリでサーカス団から逃亡したオスライオンが町を徘徊、外出禁止勧告発令。ちょっとした騒動に。ライオンはですね、5時間後にですね、麻酔弾使用して保護されたそうであります。5時間も街を徘徊してたのか、ライオンが。
子供がいるあの親なんか気が気じゃねえね、ヒグマとどっちが恐ろしいですかね。まあサーカス団に飼われてたってことですから、むやみやたらとですね野生のヒグマとは、比べ物にならないのかもしれないですけれども、ライオンもですねあの段ボール置いとくと入ってくつろぐんだって、そういうあの動画ありましたよ。ヒョウもチーターも、トラも入ってくつろい、黒ヒョウも、段ボールは猫科に対するですね強力な罠になりえますね。あとあの土鍋土鍋置いとくと猫入ってその中で丸まってなんかあの居心地良さそうにしてるってですね。というわけで今週の日曜日、19日、外国人実習制度廃止デモを池袋で行います。皆様よろしくご参集ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。